ズブロッカ。より正しくはジュブルフカ。近年のボトルデザイン変更前の旧ボトル。バイソングラスズブロッカとは、ポーランドの世界遺産、ビアオビエジャの森で採れるバイソングラスを漬け込んだボッカ。桜餅かよもぎ餅に似ていると形容される、柔らかな香りと、まろやかな飲み口が特徴。ポーランド語の本来の読みに近い発音は、ジュブルフカ、ズブルーファカ。ズブロッカという読み方は、 本来の発音を壊しており正しくはないが、英語圏に広まり、日本人に発音しやすい形で、日本に伝わった。ウォッカが広く定着した14世紀頃は、すでに様々な穀物が、ウォッカ作りに使用されていた。当時のポーランドでは、ウォッカ、より正しくはポーランド語で、ウトゥカは消毒アルコール液の名称で、飲用アルコール液は、ゴジャウカと呼ばれた。現代と異なり、 この当時のゴジャウカは、水やリンゴなどの果汁で薄めて、飲むのが普通で、ストレートで飲むのは健康的にも、道徳的にも良くないこととされていた。本記事では便宜的に、ゴジャウカをオッカと表記する。中世当時は、蒸留技術が十分ではなく、残留物が多く残っていたため、強い癖の香りが残っていた。人によってはそれを好ましくないとした。製造者は工夫して、 この癖のある風味を隠すため、ハーブや果物の抽出液を添加し、いわゆるフレーバーウォッカが作られた。バイソングラスのエッセンスも同じように使われた。その昔、ポーランド王室は狩りなどのために頻繁にビアオビエジャの森を訪れており、当時森の近郊で親しまれていたズブロッカを大層好んで飲んでいた。そして17世紀初頭まで首都であったクラクフに、 持ち帰ったことで周囲の人々、後にはポーランド全体に広まっていった。ズブロッカの象徴であるバイソングラスが自生する森、ポーランド北東、ベラルーシとの国境に位置しており、ヨーロッパで唯一太古の自然を残していると言われている。1979年世界遺産に認定。ズブロッカのラベルに描かれているヨーロッパバイソンは、 絶滅危惧種に指定されており、現在この森では、おおよそ400頭のバイソンが生息している。ポーランドで、ジュブルフカといい、バイソングラスは生于し、ジュブルが好んで食べ、ビアワビエジャの森にしか自生しないとされる貴重な稲荷の植物、ウォッカのズブロッカの特徴である淡いオリーブ色、柔らかな香りは、このジュブルフカ層に由来している。また、世界遺産の森には、 車の侵入が禁止されているため、現在でも手で丁寧に刈り取りされている。ウォッカはポーランド語では、ブトゥカットい,い、ウォッカの銘柄のズブロッカの本来の意味は、ブトゥカ・ジュブルフカ。セドック参家のポーランド随一のスピリッツメーカー、ポルモス・ビアウィストック社。バイソングラスを使って、ウォッカを作ることを政府に許可された、唯一のメーカーで、ポーランド北東部の町、ビアウィストックにある。なお、 アメリカで売られているものには、バイソングラスは使われず、人工的に着工されている。バイソングラスに含まれる、芳香成分クマリンが、同国の法律により、食品への利用が禁じられているためである。日本ではサントリーが、ポルモスビアウィストク社の代理店となっており、記事と同名の、ズブロッカの商品名で販売している。2019年4月現在のズブロッカの、日本市場向け輸入販売元は、 リードオフジャパン株式会社、ありがとうございます。